2030年冬季オリンピック・パラリンピック招致を目指す札幌市は、2030年大会の競技会場として、札幌ドーム豊平区周辺に建設を計画している新月寒体育館について、多目的アリーナと通年型リンクを備えた施設とする方針を固めました。これまで建設予定地は、札幌ドームに隣接する国有地が第一候補でしたが、2030年のオリンピック招致が見通せず、国有地取得のめども立っていません。このため、札幌市が現在赤字に悩む札幌ドーム敷地内の駐車場を活用する案で検討を進めていることが分かりました。札幌市民は、ドームがあって体育館もできることで、相乗効果も含めてとてもいいことだと思うとコメントしています。市電一線、札幌ドームに一条の光が差してきたのかもしれません。新月寒体育館は、1972年札幌オリンピックのアイスホッケー会場だった現在の月寒体育館の後継として整備する予定です。2030年大会では多目的アリーナをアイスホッケーとパラアイスホッケー会場、通年型リンクは練習会場とする構想です。建設費は今のところ400億円、オリンピック招致が実現すれば国から180億円も補助金が見込まれ、札幌市の負担分は220億円となります。新月寒体育館は固定席8400席、プロバスケットボールのレバンガ北海道の新アリーナとしても使われる予定で、 B リーグの新しいトップカテゴリーに参入するには2028年の秋までに条件を満たすアリーナを確保する必要があります。また、コンサートなどの催しや、プロスポーツの試合会場としての利用も見込んでいます。通年型リンクは、2000席程度の観客席を設ける方向で、市民向けの一般開放のほか、フィギュアスケートなどの大会にも使用する予定です。新月寒体育館は、当初オリンピックの招致を売却の条件としていて、札幌ドームに隣接する国有地を候補としていましたが、東京オリンピックの汚職事件などで招致が見通せない中、札幌市はオリンピック招致が実現しなくても2026年度に着工し、2028年度の完成を目指すとみられています。国有地が取得できた場合は、札幌ドームの南西側にサッカーやラグビー場などの屋外施設、南東側にはトップアスリートの強化施設やスポーツ医科学の最先端研究を行う施設を整備する予定です。レバンガ北海道は新月寒体育館整備における活用方法に関してこれまで協議をさせていただいており、地域社会にとってより良い環境や街づくりに寄与できる施設ができるようクラブとしても協力してまいりたいと考えておりますとコメントしています。札幌市は整備する場所について今年度末から来年度初めには結論を出したいとしています。2030年冬季オリンピック・パラリンピック開催概要案の改定案の経費として400億円の施設整備費を計上している新月寒体育館、株式会社札幌ドームが保有する駐車場に多目的アリーナと通年型リンクが建設されることになれば、土地の売却費が経費に計上されます。ところが2030年冬季オリンピック・パラリンピックが開催されなかった場合、国の補助金が当てにできず、建設費の補填に180億もの血税が投入されるかもしれないのです。また2030年冬季オリンピック・パラリンピックが開催されたとしても、スポーツ関連の施設が建設されることとなり、その建設費については何の発表もなく、やはり血税が投入されるかもしれないのです。札幌ドームは施設の建設に投資せずとも土地の売却費と運営経費が転がり込むことになります。思わぬ伏兵が札幌ドームの危機を救うことになるかもしれません。最後まで見ていただき本当にありがとうございます。
天下り先の手厚い保護をやめてほしいと思う人は高評価ボタンを押してください。今回の話題について思っていることがあれば気軽にコメントしてください。気になる話題をまた探してお伝えしますので、チャンネル登録も忘れないでくださいね。